名前は沢義明、出身は名古屋、今の職業は、飲食店のサービスのマネージメント、マネージャー。タトゥー入れ始めた理由はもともとストリートダンスをやってて、まあ、B-boy で、でその中に DJ ミュージックとかラップとかで B-boy のダンスでグラフィックアート、まあ、絵だったりとか、まあ、そういうのがもともと好きで、もうちっちゃい頃から海外のダンサー、とかこの世界中の人たちはやっぱそういうグラフィックアートを体に入れてて、それがもうもともとすごい好きで、でもやっぱ日本だとちょっと難しかったけど、大人になるにつれてやっぱ、人生一回きりだから、やっぱタトゥーは自分の中でかっこいい、すごいクールなファッションだと思ってるから、入れました。仕事がサービス業、まあ、人と接する仕事なので、まあやっぱマスターインクはね、あのインスタグラム、まあ、ファーストタトゥーを入れるときに名古屋のタトゥースタジオを、まあ、いっぱい調べて、インスタグラムとか、まあ、他の SNS で、まあ、ここの評判が良かったから、まあ、ここに選びました。ここのスタジオ初めて来たらおしゃれで、あのバーみたいで、でやっぱこういうグラフィックアートがいっぱい飾ってあるし、やっぱすごいかっこいい、もう美容院とかアパレルショップとか、なんかそれよりもまた一個のタトゥースタジオっていう、なんかもう一個のものがもうおしゃれで、すごいクールに見えて、あのここに選びました。一番にここをおすすめします。